今は飯能市の、あの事件が起きた現場に来てみました。犯人の家の方だけね、まだ捜査がやっぱ続いてるらしいんだよね。そう、ちょっとあんまり映しづらいけど、あの今車が路駐されてるところが犯人の家。やべえ、車両にね、人が乗ってたわ、後ろに。あ、何か、刑事？そして次が、その殺害現場が起きた夫婦の家と娘さんがいたところ。じゃあそんなわけで帰ります。